どうもここね、マジでね、結構お気に入りなので、今回ご紹介しますが、まあ推し活、いわゆるね、オタ活っていうんですか、推し活っていうんですかね、皆さんこうイベントとかがあって来ることが何かと多いと思われる、まあ、お台場の隣の駅なのかな、国際展示場の駅か、もしくは有明駅っていうところなんですけど、やっぱいろんな会場があるじゃないですかね。私が知ってる範囲で言うと有明アリーナになってくるんですけど、でもいっぱいあるので、本当にそこに行くために、あの、使うといいんじゃないかなと思って、コスパが良くて、でもやっぱ綺麗で過ごしやすいところがいいっていう人にすごくちょうどいいホテルだと思うので、ぜひあの参考にしてみてください。ということで撮っていきます。築年数わかんないんだけど結構綺麗くて、まあまあ新築に近いんじゃないかなと思いますので、まあ当たり前だのクラッカー並みに、まあ、最近はドアはオートロックですね。でもね、古いところだと結構オートロックじゃなかったりするホテルもまだまだ全然あるので、あながちね、ちょっとチェック忘れちゃいけないポイントだと個人的には思ってます。はい、もうすでに使用しているので、ちょっとあの生活感若干出てますが申し訳ないんですけども、いきます。このままなるべく片付けつついきますけど、このダイワロイネットホテル、私結構好きで、なんかね、靴を脱ぐ部屋とかもあるんですよね、あの場所、ホテルになっては。ここは普通にまあ土足なんですけども、土足は私過ごせないというか、あんまりゆっくりできないので、いつもスリッパで過ごしています。で、一番の決め手はトイレとお風呂が別であるということです。それで、このお値段で、この綺麗さで、この景色でっていう、もう全てにおいてマジで文句言うところがないんですね。なのでご紹介したいと思ったんですけど、まあ、別にトイレは何もそんなに面白いことはないんですけど、なんせ綺麗ですね。水回りが綺麗くて、損することはないですし、気持ちがいいですよね。個人的には見て、なんか家みたいな、一軒家の家みたいな、この木のね、床がすごい好きです。ただそれだけですけど、はい。で、ちゃんとウォシュレット、私はしないですけど、はい、ウォシュレットハンドシャワーちゃんとあります。本当に綺麗ですね。もう新宿の家に来たみたいな気持ちになります。はい、トイレ、ホテル来た時に嫌なのがユニットバスなんですよね、私個人的に。だからすごいいいです。で、次お風呂。はい、お風呂です。ちょっと使用した後なんですが、なるべく片付けました。まず洗面台、まあ至って普通のっていう感じですけど、どうもどうもどうも。はい、でもめっちゃ大きいので、鏡見てめっちゃ大きくない？なので十分、本当にね、十分な広さです。はい、で、ここもそう、床はこれなの。私これめっちゃいいわ、この色とか、この色めっちゃ好きでさ、ちょっとグレーがかった木の色。はい、で、わかる？お風呂見て、ちょっとラグジュアリーじゃない？コスパがいいホテルにしてはちょっと豪華なんだよね。私あんまり豪華なホテルは泊まらない派なんですよね。まあホテルで過ごすって言ってもそんないっぱいいないじゃない、だいたい遊びに行くじゃない。だから別に綺麗かったらいいかなっていうタイプなんですけど、ちょっと豪華じゃないね。で、なんとほら天井にまであるからね。そうで、お値段ね、そんな安くなかったの。あ、じゃあそんな高くなかったんですよ、びっくりするぐらい。めっちゃ綺麗、お風呂も快適、本当にゆっくり入れました。はい、こんな感じで。しかもさ、ヒロさんが気づいたんだけどさ、枕はないけど、この首を置くくぼみとかあるのよね。なんかちょっと細かいんだよね、仕事がね。なんかすごいいいなって思いました。こういうの家に欲しいですね。はい、で、コンセントも分かりやすいところにあるので、まあ、ドライヤー使えると思います。なんかあとあるかな。はい、まあ、特に変わったことはないかな、部屋に関して。変わった、そのなんか面白いことはないんですけど、なんせそのあって欲しいものが全部あるって感じですかね。ただここに櫛とか歯ブラシとかはあるんだけど、化粧落としがなかったのがちょっと残念。そういうプランもあるみたいなんですけど、レディースプランみたいな。私はほら旦那ちゃんと泊まるからレディースプランじゃないので、そこが残念だったかな。なので持ってきてくださいって感じかな。はい、次、クローゼット見ても、家のクローゼットみたいな、
ちょっともうすでにかかっちゃってるんですけど、本当にね、私が前住んでた家のクローゼットにめっちゃ似てるなぁと思うぐらい、なんか家感があって逆にいいですね。快適、過ごしやすい、リラックスしやすい感じの、作りになってるね。そういえばね、全体的にホテルって感じがあんまりしないのが、あのダイワロイネットのいいところかもしれません。で、あんなにクローゼット広くあるのに、ここにもちゃんとかけれるところが3つついてるので、これもいいんじゃない？あのやっぱ荷物が多いと思うのよね、遠征とかできたらね。はい、いいと思います。今回泊まったお部屋の広さはこんな感じ、伝わるかな。2人でこれなので私は十分なんですけど、なんで今回安く泊まれたかっていうと、一つの理由としてはあのお任せにしたんですね。でお任せにして、まあ、ツインが予約できたので広いって言うんですけど、まあコスパを抑えたいって方はお任せコースにして、まあ何が当たってもいいっていうのであればその方が安くは済むかなと思います。なのでこんな感じで超広いかな、なんかちょっといろいろ置いてますけど、はい、広めですね、かなり広いと思います。で景色なんですけども、まあ、昼間の映像を差し替えとこうかな。昼間だったこんな感じっていう映像もありますが、夜だったらこんな感じです。ちょっと見えないね。夜だったらこんな感じで、あの奥の青い光、これあ今消えちゃった、青い光消えちゃったね。スカイツリーが多少は見えてますね。あ、あの紫っぽいピンクっぽい光になってるやつね。はい、この辺は高層マンションが多いね。本当に高級なエリアなんだなっていうのがすごいわかる場所です。でこのままこっち方面に行くと有明アリーナがあったりとか体育館なんかねいっぱいあるのよ施設が。でこのホテルのまた逆側行くと国際展示場だったりするので、本当に利便性のいい場所です。で見てよこれ目の前ホームなの。だから多分ホームの下から私今見えてると思うんだよね。それぐらい近いっていう感じですね。はい、これソファーなんだけど、ソファーサイドにもちゃんとコンセントとあの USB 挿すとかあるし、当たり前にあのベッドサイドにもちゃんと2人分コンセントと USB 通ってもう4つあるのね。これはありがたい。あの古いホテルとかに泊まるとさ、ベッドサイドにないのよねこういうのがね。あと USB 挿すとこなかったりね。だからやっぱ多少新築になるべく新しいね、あの築年数のホテルに泊まるっていうのは結構重要だなと。特に遠征とかも疲れてて早く効率よく寝たいってなったら結構やっぱ重要だなと思いますね。はい、はい、でこの辺今ごめんなさいちょっと散らかってますが、テレビも大きいし、あのあれ、まあ、もちろん Wi-Fi もあるし、あの LAN ケーブルもあるからパソコン使う人だったら超いいし、あと何落としたかな、 あの映画とか見たい方だったら1000円払えばですけど見放題だし、まあ遠征来て映画見る余裕ってあんまないかもしれないですけどね。まあ一応お知らせです。はい、で空気清浄機もあるし、まあ、この辺はまあ至って普通だとは思うんですけども、なんか面白いことあんのかな、私も気づいてないですけど、うん、お茶グリーンティーがあって、コーヒーはなぜかねフロントまで行かないとダメなの。なんかフロントで取らないといけなくて、なんかね、あのチェックインの時にコーヒー取った方がいいですよ。なんかわざわざさ夜にさコーヒーだけのためにフロント行くのなんか気まずいじゃん、わかんないけどなのであのコーヒーがどうしても飲みたい方はねチェックインだけ取った方がいいです。部屋にないです。で冷蔵庫、まあまあ普通かな、この辺普通じゃないかな。はい、あのこの多分ダイワロイネットさんのあの特徴はその一風変わったとかはないんだけど、痛いところに手が届くというか設備がすごい揃ってるっていうか、多分そういうことだと思うんだよね。はい、でヒロさん今作業してくれてますけども、あの椅子とかほらめっちゃもうめっちゃなんていうの仕事する環境も揃ってるから、多分ビジネスで泊まる方もたくさんいらっしゃるんじゃないのかなと思います。はい、こんな感じでございます。多分階層が私泊まったのは8階なんだけど、もっと上13階とかもあるのかなとか泊まると結構景色いいんじゃないかなと思いますし、私今こっち側なんだけど反対側の通路挟んで反対側の部屋だとまた景色が変わるんじゃないかなと思うので、結構ねあのなんか東京に泊まってるねっていう感じを味わいたい人は結構あれかも、おすすめかもしれません。
そんな感じかな。それぐらい。なんかあるあと。そうね、ビジネスの人なのかなと思いますけど、どっちかっていうと。ね、プレッサー、ズボンプレッサーかなまであるの、部屋に。もう常備されてるの。ちょっと珍しくない？いいホテルはあるのかな常に。ちょっとわかんないんだけど。なんか、お願いしなくてもあるっていうのはいいなって、個人的に思いました。あとは、全身鏡は、もちろん大きい鏡がこちらにございます。はい、ということでこんな感じで伝わったでしょうか。あの iPhone の画角なのでちょっと狭くて、画角がちょっとあの映りきらなくて見にくかったかもしれないんですけど、あのほんまにおすすめ。あのホテル結構と何回か泊まってるんですけど、今年いろいろ仕事とかで、あの今年一番かな、ナンバーワンがこのホテルだと思いますね。私的には気に入った。コスパ良くて、5000円から1万円の間で抑えたくて、でも綺麗じゃないと嫌でってい こう私みたいなわがままな人にいいかも。で、まあ、もっと抑えたいならあのお任せコースで予約すると、あのもしかしたらね狭いかもしれないですけど、その分お安くいいランクの部屋に泊まれるんじゃないかなと思いました。はい、まあ、何よりこの周りはあのなんだっけ、有明ガーデンシティだっけね、なんかそういうショッピングモールもあるし、あのスーパーもコンビニもあのスーパーもあるけど、スーパーちょっと歩かないといけないけど、コンビニは本当そこら辺にもあるし、あのホテルの1階にもあるし、まあ困ることがないね。で、駅からも目の前なので歩かなくて済む、その大きな荷物を持って歩かなくて済むっていう意味でも、まあだいぶそのイベント会場に足を運ぶ方向けのホテルなんじゃないかなと、そういう風に作られてるなっていう気はしました。実際やっぱイベント帰りの方が多いですね。多かった、めちゃくちゃ多かった。ビジネスの方もちらほらいらっしゃいましたけど、どっちかというとイベントの方がちょっと多かったかなと思います。はい、ということで今回は、推し活に便利なホテルのルームツアーをさせていただきました。もし参考になったらぜひチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。